はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿してるのでよかったらチャンネル登録お願いします今回は CG アニメーター契約社員9年目34歳の方の給与明細書を紹介します仕事内容は 3DCG を使用してテレビアニメーションや劇場アニメーションなどを制作する仕事です仕事に必要な資格やスキルは 3DCG の専門的な技術月の勤務時間が 8時間あじゃなくて勤務時間が8時間で1日のねで残業が約20時間収入が年収480万となっています次に給与明細書を紹介しますと基本給が36万円で裁量労働手当が2万8800円そこから控除が引かれて控除が合計 7万6236円総支給38万8800円から工事を引いた手取りの金額が31万2564円となっていますすごいですね契約社員で手取り30万超えの給料なのでかなりいいんじゃないかなって思いました、まあ、ボーナスがないんで年収こそ480万と月の給料に比べたらまあ 伸びてない感じもするんですけど、まあ、専門的な技術がいる仕事なので、すごいなと思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。